みなさん、こんにちは、ティーンダーのミラクーボーイ、キリングタクです。フェア級3割5分以上獲得したのに、逆周囲打者がいますね、はい。逆に周囲打者がいますね、結局。ハリさんこと、ハリモトヒ、イサオさん。まあ、周囲打者結局やられ、わずかな差でやられながら、やられましたね、はい。あのー、多分、矢沢さんですね、矢沢。はい。あとはまあ、最近で言うと、谷義ー、さん。3割5分以上達成するも、 やはりね、最後、北の街道、小笠原道洋選手の3割6番はもう、すんごいことやん嫌ですねー。はい。驚きました。谷さんは結局、首位打者一勝も獲得できず、引退となってしまいました。3割以上も。うん。あとはまあ、ウォーレン・クロマティさん、3割6分以上獲得した、打者で、結果どうしたにもかかわらず、せ、あの、ランディ・バースさんが3割8分9厘と世界記録達成したのはすごいです。あの、ランディ・バースさん。 わかりますかバースさん、本当に驚きましたね。バースかけ岡田でお馴染みの選手です。はい。あとは、平野慶一さんは3割5分以上獲得したのにもかかわらずね。あの、2010年の阪神活躍したのによかかわらず、やはり、青木のりさんがやっぱり1位だった。おったまげです。はい。というわけで以上です。バイバイ。